はいどうも皆様こんにちは、グリードです。さあ今日は、バーデのシップメント122キル動画になります。すいません、今回もちょっと引き続き後付けになってしまいます。最近はね、あの交流戦の練習が、終わった後の、まあ、夜中の 2,3 時とかにずっとね無言でひたすら公開ランクも、ね、回すということをしてるんで、すいません、実況をね撮ってなかったので今日は後付けになります。まあ、特に喋ることは決めてないんですけど、まあその場その場で思いつきで喋ろうと思います。まあかなり前半キルペースエグかったんで、前半のキルペース維持してたらね150キルぐらいいったかもしれませんね。ね、ここまさかの壁抜きで集中爆撃呼んで、まあシップメントを僕やるときは集中爆撃とこの3連砲撃は必ず積んでますね。こんな感じで、うん、バーは強いですね。やっぱバーはね構えておけば PP にもね絶対勝てるんで、外さなければ本当に強いね。なんか新武器とかいろいろあるんですけど、結局はまあ近中においてやっぱバーが最強かな。最近ね僕はチームではね、まあバーを持つ役割をしてるんで、バーはね意外とね難しいんですよね。癖が強くてこう覗き込みが遅いんでね、覗いておけばめちゃくちゃ強いんだけど覗き込みは遅いっていう欠点があるんで、まあその辺もちょっと練習しないとなと思って公開マッチ回してます。でライズのガンレス選手知ってる人いるかな、まあ、ワールドオーツ最強プレイヤーって呼ばれているあの人なんですけど、その人はね、まあ、チームの練習以外にこう公開マッチをね1日8時間ぐらいかな回すらしいんで、ちょっと僕も頑張ろうかなと思って、最近夜中ねずっとね無言でひたすら回してますね。まあ、僕はボット打ちが多かったんですけど、まあ、最近はこっちも公開マッチ増やしてます。ねえ、さっき途中で死んじゃったんだけどな、結構25連続以上はしてたんだよね。まあ、キルスト含め。ワンチャン V2 あったかもしれませんね。せっかくの後付けなんでね、まあ、普段喋れない、実況では喋れないことを話そうかなと思います。まあ、最近、ラッシュゲーミング新メンバー2人も追加されて、まあ、かなり驚いた人がいると思うんですけど、まあ、今のチーム状況はすごくいい感じですね。前のチームよりはすごくチームとして、良くなっていってる感じがします。まあ、練習内容も濃いですし、で最近はねあのラッシュゲーミングにコーチ兼アナリストでアメリカ人のねマイキー君が、入ったんですけど、彼はねアメリカ遠征行った時に交流戦してくれたチームの一員なんですけどね、めちゃくちゃ強いです。もうそもそもねプレイヤーとしてめちゃくちゃ強いんですよ。普通に、アメリカ行ってその練習してもらった時ハードポイント30点ぐらいこっちね取れないぐらいボコされたんで、すごい上手い。何が上手いかっていうと、こうチームとしての動きとかゲームメイキングがめちゃくちゃ上手いですね。あのエイムとかこうそういう個人技で負けてるとかではなくて、そういうチームの流れ、ゲームメイキング、連携とか、カバー力とか、もうその辺が圧倒的すぎて、まあ最近はその、マイキー君に、交流戦を見てもらって、その、振り返りドキュメントとかをね、書いてもらって、いろいろ教えてもらってる感じですね。まあ、もちろん英語なんで、まあ、たまに僕も翻訳を手伝ったりとかして、練習してます。もう、ものすごい一試合のこうゲームに対してものすごい量のねフィードバックが返ってくるんですよね。なんか何分の何秒こうすべきだったみたいな画像付きだったりとか、まあ文章がバーって書いてあって、もうものすごい量がね、返ってくるんで、まあ今までにはないですよね。なんか僕たちも COD スポーツかなりやってるんですけど、そんなんじゃないのか、知識量が圧倒的すぎて向こうの方が、うん、本当にすごい。やっぱりこう最近特に思うのが、やっぱ海外はすごいチームとしての動きっていうのに重点的に置いてますね。日本ではやっぱり今までは結構個人の実力とかねエイム力とかね、なんかそういうのがすごい注目される感じだったんですけど、海外はそういうんじゃなくて、
本当チームとしてどう勝つかっていうことにすごい、なんだろう、進化している、発展がなんかそこの辺が全然違ったかな、日本と。考え方が違うって言ったらいいのかな。なので、まあ、僕たちの今はね、本当チームとしてどう勝つかっていうのをね、とにかく力を入れてるんですけど、まあ難しいですね。まあ本当でも今前のまでのチームよりはそのチーム力はかなりついてると思います。今は声かけだったりとかね、まあ連携面、まあすごく、まあ前のチームよりはそのアメリカっぽい状態に近づいてきたかな。なんだけどね、やっぱりそのマイキー君にも言われるのが、やっぱ引きすぎとか守りすぎっていうのがかなり言われますね。だから日本チーム全体的に見てそう思うらしいですね。なんか動かないとか守ってるとか、ちょっとあの積極的じゃないプレーが多いとかはすごい言われますね。やっぱ海外行った時も特にサーチとかは、日本チームのサーチはもう守りすぎとか積極的じゃないっていうのがやっぱり、まあ、海外の意見として一番にあったんで、なんだろうね、すごい国民性の違いなのかな。なんかスポーツでもそういうの多いですよね。日本チームはなんだろう、まあ、守りが多いとか。なんで僕、まあその辺はね、僕たちもいろいろ意識は変えつつあるんですけど、まあ1ヶ月前よりはかなりまあ積極的なプレーだったりとかは増えたんだけど、それでもまだね、やっぱ守りすぎとかはね言われますね。なんで、難しいですね。なかなかこう今までずっとやってきた立ち回りを変える、まあそうそうなかなかすぐには変えられるもんじゃないと思うんで、まあ、難しいんですけど、まあ、デイ5でね、なんだろうな、まあ今までのラッシュではない状態を見てほしいですね。まあ、特になんだろうな、こう個人がどうとか、まあ、誰がこうたくさんキルしたからっていうところに注目、そこだけに注目するんじゃなくて、なんかやっぱチームとしての動きに一番注目してほしいですね。なんか作戦だったりとか、こうカバーとか連携とかね、やっぱりこう大会の配信ではそこを一番に見てほしいかな。やっぱそこね、一番連携面一番練習してるんで、ほんとそこを見てほしいです。なんでまあそこを見て、あ、今までのラッシュとはなんか何かが違うなっていうのをね、ちょっとでも読み取ってくれたらね、もう僕たちはめちゃくちゃ嬉しいですね。もうあと本当次のね試合までは本当日数が少ないので、とにかく毎日毎日濃くね練習していきたいと思います。はい、というわけで、もうだいぶ喋ることがないぞ。後半もまあキルストとバーで、まあ、見てわかる通り本当ね、まあまあなるべく敵が出てきた時には構えてるっていう状況をね作ってるんで、まあほぼ勝てますね。バーは外さなければ。で今後のちょっと実況、ワールド2の実況動画なんですけど、ちょっとね公開をマッチはね、もうまあ大会の練習も含めてるんで、武器をね、もうバーか STG か、まあ、PPSH、なるべくそれだけにしたいんですよね。まあ、新武器とかいろいろあるんですけど、ちょっとやっぱ新武器を使うよりは他のそのね、試合で使う3つをね、練習したいっていうのがあるんで、ちょっと実況動画仮に、まあ、撮ったとしても、まあ、PPSH か STG かバーっていう、3つになってしまうかもしれません。まあ、時々息抜きでね、スナイパーとか使うかもしれないんですけど、まあ、なるべくその3つを使おうと思います。なんで、ちょっと新武器のリクエストとかは、あまり答えられないかもしれません。まあね、ちょっと、日数がね、もう少ないんで、かなりこう、ストイックにね、行きたいと思ってるんで、その辺、よろしくお願いします。はい、さあかなり10分近く喋ってきたんですが、後ろの画面うるさすぎて全然話が入ってこなかったかもしれないんですけど、
今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。Out in the sun, open when it's gone. Took you to